ズールーはイギリス海軍の駆逐艦トライバル級の一隻1936年8月10日に帰港1937年9月23日に浸水し1938年9月7日に収益した1938年11月18日にマルタにつき第1駆逐軍に所属する第二次世界大戦が始まると戦乱護衛に従事した 1942年の大半はジブラルタルを拠点とする H 部隊に属した。1942年8月4日、ハイファ沖で、駆逐艦、シーク、クルーム及びテッドコットと共に、ドイツ潜水艦 U-372 を沈めた。9月13日、ズールーは、シークと共にトブルクに対するコマンド部隊の襲撃作戦の支援につき、9月14日未明、トブルクに、 コマンド部隊を上陸させ、さらに沿岸へ接近して、襲撃作戦を援護した。しかし、作戦は、港湾警備部隊の予想外の抵抗にあって、予定通りには進まず、シークは沿岸監視省のサーチライト勝者に捕捉され、沿岸砲台からの砲撃を受けて、被弾、大破し、航行不能となった。ズールーは煙幕を張って、シークをサーチライト勝者と、 沿岸砲台からの砲撃より保護し、栄光策による栄光を行って、戦闘海域からの離脱を試みたが、シークは沈没、ズールーも完備に被弾した。ズールーは、シークの乗組員を救助して離脱したが、9月14日の日照後、イタリア軍機の爆撃を受け航行不能となり、同日中に沈没した。ズールーは救助したシークの乗組員ともども多数の死傷者を出したものの、 乗員の大半は、沈没前に救助に駆けつけたクルームにより救助された。ありがとうございます。